いと思います。前はダンカンなんですが、ビッグロー、外は空いた、ムーニーの3、サードチャンスの3でした。いいことだと思いますね、はいはい、ただリバウンドから飛ばし、ミドルジャンパー決まります。飛ばしだけで6連続得点です。いずれも2桁得点をマークしています。一つ千葉にとっては要注意人物、岸本からダーラムに合わせる、これですよね、サブさん。そうですね、ねまあ、本当にピュアなシューターなので、はい、千葉もそこは外せないところになりますから、そうなってきて、またダーラム選手もそれ逆にできるんでね、はい、小野寺そのままいけるか、ファールなし、決めた、千葉タイムアウトです。はい、はい、これでもう1回ですね、これでもうイーブンに戻して、小野寺もこのチャンピオンシップ全てに先発出場していまして、逆速攻、岸本かわす、スリーを打つ、きたー、13対0のランです。今記事で言いますと、ダーラム選手とやっぱハンドラー、ここをスイッチしてるんですよね、あーただオフェンスリバウンドを取った、ダーラム打ってくる、セカンドチャンス、ダンカン、嫌な終わり方でしたね。入りますが最後のシーンです。これ佐古さん粘り強かったですね、はい、いやそうですね、これはもう本当これぞ琉球っていうやっぱオフェンスリバウンドですよね、セカンドチャンスポイントやっぱ強いですね、ビッグロー、ビッグロー、これもスペースありますが合わせたムーニー、これがあんまりやられるようだと、これまた来たんで、これあんまりやられるようだとクーリー選手出れなくなっちゃうんで、バスケットカウント、スリーポイントのバスケットカウントです。地上戦対空中戦が出てきましたね。そうですね、まあ、富樫選手のスリーポイントから今の原選手のスリーポイントにつながったと思うんですけど、やっぱ今もう強いところをこじ開けに行くんじゃなく、13分の13ってすごい数字ですよね。あここでいいプレーが出ました、ビッグローそのままアタック、そして渡辺ヒューのスクリーン、ダンク、大丈夫か、そして渡辺ヒュー、ただ西村大丈夫でしょうか、ちょっと今渡辺ヒューとクラッシュして、やっぱ一回千葉がひっくり返したにもかかわらず、ここで一回こういういいプレーをされたので、はい、一回流れを切りましたね。千葉は富樫、小川の2ガード、ビッグロー、ムーニー、さらに向こう側に今原がいますが、ダーラム、ビッグロー体を当てる、ダーラム、松脇の一発もあります、今村とムーニー、バウンズパス、クーリー、ファール当てエンドワン、吠えたクーリー、向こう向きで放り出したボールは今村に収まった、4秒3秒、松脇ディフェンスさばいてスリー、どうでしょう、きたー、残り2回目安、小野寺アタック、今村アタック、エンドワン、今村アタックに切り替えました、ポストアップか、ダーラム6秒5秒ターン、フックショット、うわー、これタイムです、違うタイムアウトです、どうするか、スリー狙ってきた、佐古さん最初からこのオプションだったんでしょうか、はい、そうですね、まずは一番最初は富樫選手がスクリーンかけた小川選手、ライン割ってない、今村トライ、オーバータイム突入、ファイナル史上初めてのオーバータイム突入です。はい、琉球に関してはですね、第4クォーターから原のエンドワンです、どうぞ中川さん、ビッグロー、ビッグローとダーラム体当てながらですが、小川麻人、ビッグロ ー, あー今村に任せるか、その今村がファーストオプションになっているという今シーズンのチームカラー、ダーラム千葉タイムアウトです、外に出してカットした、ムニ2秒1秒ロングショット来ない、ダブルオーバータイム突入、6秒あります、
今村コーナー来たー、富樫、松崎のディフェンスかいくる、ダンカンのディフェンスかいくる、決めた。久しぶりじゃないですか、これ多分4クォーター。ダンカンのスクリーンを受けて後ろに下げられました。4秒3秒ムーニーのスクリーンからどうか、守った入れてきた。ただできるだけ早く得点を決めたい。ここは2面ゲームに行ったムーニー、これでいいですね。いいと思います、はい、2ポゼッションにできるか琉球。今村アタック来た。富樫のスピード、ダンカン振り切る、これは2点を入れさせます。10秒後96対93、ダブルオーバータイムの末、琉球ゴールデンキングスファイナル初勝利。